阪神1一0系電車、阪神1001系電車、阪神1001型電車は、かつて、阪神電気鉄道が保有していた、鉄道車両で、対象中期に製造された301系、311系、321系、331系、木造車を交代化改造したものデる。相性は、先行。このグループには1001系の他1101系、 1111 11系、1121系、1141系の各形式が存在するが、本校ではこれらの車両についても合わせて紹介する。日本初の本格的なインターアーバンとして登場した阪神本線であったが、当時の軌道条例に基づいて建設されたため、神戸市内や三陰周辺に平用軌動区間が存在していたほか、路面から上行する。 停留所もあった。また、既存の集落を縫う形で路線を設定したために、カーブが多く、平洋軌道区間の存在と合わせて、ライバルの阪急神戸線や昌線に比べると大きな範囲キャップとなっていた。こうした状況を打開するために重機浄化や線形の改良を進めていたほか、平洋軌道区間の立体化を実施、見陰周辺の高架化を1929年7月に、 完成させ、大幅なスピードアップを達成した。ついで、神戸市内の地下化工事を開始、神戸市が整備中の阪神国道の地下を、三宮駅まで、屈削1933年6月17日に、地下新線を開通させ、阪神本線から、平用軌道区間が消滅した。その後も1934年7月の、小線電車開業と、 阪急神戸線三宮延長に対抗する形で、1924年に取得していた三宮港側間の特許を活用して1936年3月18日、三宮元町間を延長。大阪側のターミナルも、1933年、仮駅。本駅は1935年完成に開業した地下鉄御堂筋線へのアクセスを向上するために、梅田駅を 従来の四つ橋筋の西側から現在地へ地下化して移転1939年3月21日に開業した。このように地下化、高速化工事が進展するにつれて木造車をそのまま使用することは防災面から大きな問題があったほか路面条項の停留所がなくなったことで車体からステップを撤去する必要があった。 そこで、木造車の大枠や台車、伝送品を流用して、交代化を推進することになり、対象中期に、阪神発の総括制御車として登場した301.31131.331の各形式をタ車ネに、1001系の各形式が登場することとなった。1001系各形式は、1931年に、 登場した1001型から1936年に、登場した1141型まで、マニ291系の701型への交代化、改造を挟んで5年間にわたって行われたことから、各形式ごとに様々な異があったほか、後期登場者ほど当時阪神艦で進行していた、阪神艦モダニズムの影響を受けて洗練された内外装で登場した。このは、 各形式ごとの概要を紹介する。ただし、口述の通り1001型と1101系以降の各形式とでは、車体長や仕様が大幅に異なることから、後者を便宜上1101系としてまとめて紹介するともあり、本校においても状況に応じて、この故障を使用する。また、本形式から、従来の青系統の塗装から茶色塗装となり、茶色が、 新設機動線所属車両の標準色となった。なお、地下化という要因があったとはいえ70両もの車両を5年で全車交代化し、1930年代後半には新設機動線の車両をすべて構成車で揃えたことは極めて画期的であり、関西大手施設の中には1960年代中期になっても木造車が走っていた路線があったことを思えば、 阪神のこの選手性は特筆すべきことの一つである。1931年に331系331から340お種車2001から1010 10の重量が大阪鉄鋼所で交代化改造を実施され、1932年には357.358369.370お種車2017から1020の4両か、田中車両で 1932年から1933年にかけて1011から1016の6両が341から346を種車に、川崎車両において、それぞれ交代化改造を実施された。本形式は、連結面を広幅間通路で結んだ2両固定編成で、車体は全長約12.5メートル、車体幅約2.4メートルである。 客用扉は片側2箇所で、乗務員扉も設けられた。前面は、機関通で中央が少し縦に長い三枚窓で、左側に通風口を、右側に方向膜をそれぞれ装備していたほか、屋根上にはヘッドライトを、車体前面しそ部にはアンチクライマーを取り付けいた。種車より、車体長が1メートル前後短くなっているのは、 正面5枚窓だった主車の運転台部分の丸みの強い部分をショートカットしたためである。また、連結面の広幅間通路は1934年に登場した半急920軽電車でも採用されたが、本形式が3連先がけて広幅間通路を取り付けていたことはあまり知られていない。造備車の外観上の変化としては、 1017から1020以降に登場した車両は、ウィンドシルが段付きになったほか、1011から1016では、ウィンドシルヘッダーが連続して巻かれるようになった。また、1011から1016では、連結面が切り妻に変更されたほか、前面が折り妻だったのが緩やかな曲線を描くように変更された。これらの小変更に伴い、屋根の形状も変更されている。 終電装置は、1001から1010 10の登場時は、パンタグラフ化の過渡期であったことから、運転台側にシングルポールを、連結面側にパンタグラフを搭載していたが、1017から1020以降に登場した車両は、当初から運転台側にパンタグラフを搭載した。1933年に0 0 1から1 0もポールを撤去して、パンタグラフを運転台側に移設したが、その際、 パンタグラフを全車 PT-11A に統一した。このほか、平洋軌道区間を走行する関係で前面に救助網を装備していたが、神戸地下線開業前に救助網を取り外して、全車トムリンソン式密着連結機を取り付けた。台車及び伝送品は種車のものを活用して、台車はボールドウィン75から 25A を履き、主電動機は、 ゼネラルエレクトリック GE-203P を4機搭載し、制御機は同じく、ゼネラルエレクトリックの電空化無軸式制御機である PC-5 を装備した。また、1017から1020の4両は、電気ブレーキの試験車として、1017.1018の制御機を、東洋電気製造で、1019.1020は、芝浦製作所で、それぞれ改造され、 マスコンが立候3ノッチ、制度5ノッチのものに取り替えられた。このほか、1015から1016の2両は、ブレーキ周を抱き合わせ式に改造していい。1933年に301系全車を、ダネ社に1101から1110の重量が、大阪鉄工所で交代化改造を実施された。初めて両運転台の貫通式となり、車体は、 大枠も含めて新造された。全長約13.6メートル、車体幅約2.4メートル、側面窓配置 D1D6D1D 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 となり、窓1枚あたりの大きさが980ミ、mm、リメートルと、1001型までの各形式に比べると格段に大きくなった。前面は中央に貫通扉を持つ3枚窓で、左側に通風口、右側に方向膜を備え、 屋根上にはヘッドライトを取り付け、祖部のアンチクライマーは左右に分割されて取り付けられていたほか、貫通扉下にはバンパーが取り付けられていた。また、1 1 0 9 1 1 1例の2両は、幕板部タブに試験的に明かり窓を取り付けてました。台車及び伝送品は1 1 0 0同様主車のものを再利用して、台車はブリル 27MCB-1 を履き、 モーターは GE-203P を4機搭載し、制御機はゼネラルエレクトリック社製 PC 系制御機をスケッチした芝浦製作所 RPC-50 を装備した。パンタグラフは PT-11A を、奇数車は大阪側、偶数車は神戸側にそれぞれ搭載している。この1101型で確実した側面は、 大きな一段加工窓を持つに扉で、全面三枚窓の貫通式量運転台車といった、基本的なデザインは、枕タブの明かり窓の有無といった違いはあっても、最後に登場した881型までの申請、改造車に継承されることとなった。1934年には、311系前車を、ダネ車に111から1120の重量が、 日本車両製造で高耐化改造を実施された。基本的な車体の構成は1101型と変わりが、ないが、本形式では1109.1110 11で、取り付けられた明かり窓を本格的に採用。明かり窓の天地寸法を 180mm に、拡大、幕板が広くなった分屋根を浅くしたため、より軽快な車体に仕上がった。 台車及び伝送品も種車が1101型と同じものを搭載していたため、111 11型も1101型と同じものを搭載することになったが、台車はブリル 27MCB-1 のほか、ボールドウィン75から 25A を装着することも可能であった。1934年から1935年にかけて321軽前車と331、 系の一部を種車に1121から1140の20両が日本車両製造で高代化改造を実施された。外観は1111型を継承しているが、本形式ではベンチレーターの形状がガーランド式に変更されたほか、1129.1130の室内照明が吊り革のブラケット棒を頂点に逆三角形に取り付けられた受け具の2名を すりガラスにして、その中にチューブランプが入った大変凝った関節照明を試験的に採用した。台車や伝送品は種車が変わったことから、モーターは変更がないものの台車はボールドウィン75から 25A を装着し、制御機は PC-5 を装備した。1936年に331系の 残り全車を種車に1四4 1から1145の5両が日本車両製造で1146から1150の5両が田中車両でそれぞれ交代化改造を実施された。外観は1二2 1型から大きな変化はないが本形式では溶接技術の発達によって車体裾部を除いてリベットが見られなくなったほか正面裾部にあった。 アンチクライマーがなくなった。室内照明は1129.1130で、試験的に採用された、吊りカーのブラケット棒を頂点に、逆三角形に取り付けられた、受け具の2面を、吊りガラスにして、その中にチューブランプが入った大変凝った、接照明が、本格的に採用された。台車や、伝送品は1121型と同じである。1001系の、 各形式は竣工後直ちに収益、新設機動線の新営車両として、特急から普通まで全ての列車種別において運用された。ただ、車体長の短い1 0 0 1型は、当初こそは1101系と並結されて、優等列車事業に入ることもあったものの、1101計画形式が装備されると、これらのグループと運用が分離されて2両編成で、 通列車に充当されることが多くなったほか、電気ブレーキ試験車の1017から1020は、電房線、あとの阪神南場線や天甘笠海岸線で、専属的に使用された。1936年以降は急行計車両の851型が、新製、増備されたことによって、1001型は601型などと、共に高いギア比とブレーキの機器の良さを生かして、 普通列車やラッシュ時の臨時急行の運用をつくことが多くなったが、夏の中等学校野球などの臨時運行で急行系車両が不足した場合、1101系で編成した3連を特急運用に充当することがあった。また、この頃には1101系は3連で運用することが多くなり、地下線内を走行することもあって、明瞭なアナウンスが必要となったことから、 851型と同様に船舶用交渉電話を改良した、車内っぱなし装置を取り付けた。1940年には輸送力増強のために1 1 0系の貫通路を、強幅貫通路に改造し、11系二両編成の中間に1101型を組み込んで三両編成とした。11系各形式が登場した1930年代後半は、それまでの不況を出して、 企業の設備投資が積極的に行われ、阪神間の海岸部に多くの工場が進出することとなった。また、これらの工場は1937年に勃発した日中戦争の拡大を受けて、軍需を中心に生産が増加。これがさらに工場の新設と増築を促したほか、これらの工場に通勤する労働者が急増したことか、最寄りの交通機関である。 半身各戦の輸送需要も急増した。この動きは太平洋戦争開始後も続くが、その頃になると軍需中心に資材が割り当てられたため、大戦末期には主電動機をはじめとした伝送品や時空受けなどの消耗品を中心に資材不足に悩まれるようになった。そのような中でも輸送力増強への努力は続けられ、1943年11月に、 川西航空機本社工場への通勤、資材輸送路線として、向川線、向川、島崎間が開業した際には1 1 2 1系1 2 1から1126の6両が、ドア間の座席を撤去されて、同線専用車となった。定員は82人から94人に増加した。翌1944年8月に、 国道線との連絡のために向こうを橋まで延長された際には運転区間を同駅まで延長、強風、市電、市電改めといった戦闘機や二式飛行艇といった海軍向けの航空機の増産に、ついれていた同工場に国道線、阪神本線で運ばれた工場通勤車をギリギリまで詰め込んでピストン輸送を行った。しかし、 戦争末期の1945年に入ると、直接戦災に遭うだけでなく、事故や部品不足による修繕不能によって動けない車両が続出するようになった。3月13日夜の大阪、3月17日夜の神戸両都市への大空襲は幸いにして大きな被害を免れたが、それから約1ヶ月後の4月23日未明、午前4時ごろ、 三宮駅構内に留置していた車両から出三37両中26両が全半焼する被害を受け、1001型も1012.1142147の3両が被災、全焼した。続いて6月には1日の大阪大空襲を川切りに5日の神戸大空襲で両都市の消毒化を図るとともに15日には天ヶ崎が空襲されるなど、1ヶ月だけで6回も、 空襲される有様だった。中でも6月5日の神戸大空襲では昼間空襲だったこともあり、三陰駅停車中の1131が全焼、110が半焼といった被害を受けたほか、透明車庫が被災したことによって背に計画、形式からは量が全焼したほか、6月15日の天ヶ崎空襲では1139が半焼した。 このほか8月6日の阪神艦全域を狙った空襲において1124が向川駅構内で反射している。この他にも終戦までの間に事故や故障による運転不能者は続出し終戦直後の9月17日に来襲した枕崎台風によって阪神艦に高潮被害が発生沿線の地盤沈下がひどいこともあって甘ヶ崎車庫が水没 1001計画形式のうち6両が完水、運転不能となった。このように運転不能車両が続出したことと、1001計画形式が搭載する主電動機である GE-203P の故障率が高かったことから、1001系の運転可能車で3両編成を組む場合は、MCTCMC MC と部品不足による電装解除車を中間に組み込む編成を蘇生したほか、 余裕のあった急行系車両を普通運用に投入することで急場を乗り切った。また、1001系の運転台側の連結機が整備不良で外れ、バラストに突き刺さった連結機によって脱線をする事故が発生したことから同系の運転台側の連結機を取り外した。1129.1130や1141系残った照明も1946年以降、 他形式もチューブランプ化されるにつれて、他形式同様天井取り付けの平凡なものに取り替えられていった。このように車両をやりくりしていく一方で、復興への動きも着実に進んでいた。事故や戦災で全焼した車両のうち、1001計画、形式のうちすぐに復旧できないと見込まれた給料を1946年6月9日付で廃車。 原車は構え体に錆止め塗装を施されて、天笠崎車庫の構内に留置されていた。その後、1002と1012を除いては復旧のめどが立った。ことから翌1947年には1002と1012を除く7両の車申請を取り下げ、1949年に電動車として完全復旧した。その際、明かり窓を取り付けていた車両は、明かり窓を埋められて復旧している。 この時期になると、他の車両も戦前のレベルを回復し、同年には、向こう側専用として座席が撤去されていた1121から1126も座席を復元された。また、1947年4月頃から数年間は、窓周りに淡いクリームイエローを塗った、ツートンカラーで走っていたほか、側面の車番表記も現在と同じ縦長のゴシック体に変更された。そして、 1950年と1956年には801型が搭載する手動加速式の MK 制御機を取り替えるため、1101.1111121各形式の制御機を油圧つか軸式の東芝 PM-2B に取り替え、捻出した RPC-50 及び PC-5 を801型に換装した。この他にも微等の二等化に伴い、 1950年代前半から全車通風口の位置に微灯を増設し、1955年には電気ブレーキ試験車の1019.1020が保守手間のかかることから、同車の電気ブレーキを撤去する改造を実施している。1130号はカルダン駆動方式の試験車として用いられたほか、普通用の高加減速車、ジェットカーの試験に使用された。 阪神の新設機動船は、戦災や事故、あるいは自然災害など数々の苦難の果てに、1950年、五郎には他の日本の鉄道事業者同様、ようやく戦前のレベルにまで復旧することができた。この時期になると戦時中と絶えていたアメリカからの技術情報が入ってくるようになり、PCC カーに代表されるような軽量モーターによる高加減速車両の導入について、 各事業者においてキュアムが始まった。特に、阪神の場合は、長年の悲願である車両の大型化も含めて、高性能車の導入は大きな課題であった。そこで、1950年に襲来した JN 台風の被害も言えた1951年以降、昭和26.27年度の運輸省の科学技術、応用研究補助金の交付を受けて、 制御機換装予定の1 1 2 1系1 1 3 0を種車に標準機では日本初となるカルダン駆動車を試作することとなり、1952年秋から試験運転を開始した。機器は東芝製で改造内容は以下の通り。これらの装備を施された1130は長期にわたって実用試験を受け、この時得られたデータなどをもとに、 1954年には、阪神初の大型高性能車である3011型が登場した。こうして一度は試験車としての役目を終えた1130であるが、今度は普通列車用の大型高性能車の試作車として、1956年に再改造された。台車、モーター、電動発電機といった主要機器は、東芝製及び住友金属、 台車東洋電気製造、電装品の2セットを用意し、途中で取り替えて比較した。また、この時は両側に、電気ブレーキ撤去改造を施した1017.1018を組み込んで3連で試験が実施された。改造内容については、以下の通り、試験は1957年にかけて実施され、この時得られたデータは翌年登場した5001系。 ジェットカーの製造に関して貴重なデータを提供した。台車や伝送品の一部が5001型に転用されたほか、その際に住友製台車は空気バネに改造された。こうして二度にわたる試験車としての退任を果たした1130は1957年8月に復元改造が実施され、パンタグラフは一気に戻り、台車及びモーター。 ブレーキ装置も他の1121型と同じものに複されたほか、制御機は PM-2B に換装された。しかし、蛍光灯はそのまま使用された。1017.1018も同時に復元改造を実施されている。戦後の1 1型も戦前同様、普通列車を中心に新設軌道線各線で運行を続けていた。 1954年以降は3011系大型車登場に伴い、ドア部分に安全確保のために張り出し式のステップを取り付けが、向川線運用にも充当されることもある1101万1121は、向川線内のホームが小型車対応のため、1956年に着脱式のステップを取り付けた。ただ、1950年代前半には、 事故や火災による廃車が発生しており、1954年12月15日には、内出での事故車である1013と天が崎で消失した1135の2両が廃車されたほか、同日発生した設置車両の火災において、入場中の1112.1133が、被災前哨、1年後の1955年12月15日付で、廃車された。 1001計画形式の本格的な廃車は赤道車3501系の増備と量産型ジェットカーである5101.5201系の投入によって車体長の短い1 0 0 1型から開始された。1959年8月に10両がまず廃車され、11月に残る7両が廃車されて1 0 0 1型は形式消滅した。また、この頃になると、 向川線や尼崎海岸線の運用を金魚バチこと71型に譲って本線や電房線を中心に運用されるようになった。さらに1960年前半には予備車を旧車扱いする措置が取られ8両が2年の予定で旧車となった。ところが同年9月のダイヤ改正で昼間時の本線普通のダイヤをジェットカーの性能に合わせたダイヤにしたことから1101 計画形式にも余剰車が発生、同年12月10日付で旧車のうち1116.1118128.1131 1 11 11 18, 11 31, と1108.1139144 1 11 39, の計7両が廃車されたが、旧車のうち残った車両は12月中に一旦全車復帰した。1960年9月のダイヤ改正以降、 残った1101計画形式は電報戦主体の運用となり、本戦には朝夕ラッシュ時を中心とした運用だけが残るのみとなった。1961年は12月に1134.1141の2両が廃車となって1129が貨車改造予定車として旧車となり、1136が救援車110、2代目に改造された。 1962年からは1月2129が廃車されたのを皮切りに大量廃車が始まった。9月に10両が10月に11両が廃車されたことにより1111型は形式消滅した。1963年には11両が9月に廃車されたことによって1101型は形式消滅。 残った1138.1140、1145.1150 11の4両は、貨車改造を前提に旧車となり、営業用旅客車両としての1001系の運行はここ、終焉を迎えた。その後、1150は1964年に、野上電気鉄道へ譲渡され、その後1965年12月までに残る3両が151。 軽電動貨車に改造されることによって、1001計画、形式は、完全に消滅した。1001計画、形式のうち、1101系の一部、車両は、地方施設に譲渡された。その概略は、以下の通り。電動貨車に転用された各社の新旧対比は、以下の通り。野上電気鉄道に、譲渡されていた車両のうち、1150。 野上時代はモハ三32が、同線の廃止後、阪神に返還された。返還後現役時代と同じ茶色に再塗装されたが、台車がないために、阪神、淡路大震災で被災した車両の廃車発生品の FS-341 台車が装着されていた。現在は、天ヶ崎センタープール前駅近くの高架下に保管されており、イベント時に、 一般公開される。1999年3月20日に開催された5261軽引退記念イベントと2010年10月9.10日11月13.14日に開催された21世紀の甘がさ運河再生プロジェクトレンタサイクル社会実験の際に一般公開された。なお、採陽電鉄から現役時代の台車と 類似したボールドウィン78から 25AA 台車を寄贈されたが2001年現在では台車と車体は別々に保管されていたとのことである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。